皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回も仁王遊んでいきましょう。さあ今日もメインミッションに挑んでいきましょう。今日は比叡山の間。比叡山は今日の牛虎、鬼門に位置する鎮護の霊山。長きにわたる戦乱が生み出した新玉を封じ込め、今日を呪いから守る場所で、そこにケリーが多数のくさびを打ち込んだ。新玉を封じる結界は崩れる寸前。安心殿、急ぎ参りましょう。比叡山は信仰対象となる霊山であったが、同時に大きな兵力を持った軍事拠点でもあったため、元亀2年、対立していた織田信長の命により焼き討ちされた。戦いの末、比叡山にこもる僧兵から女子供までがことごとく首をはねられたという。さあミッションスタート。でね、ここに社、こっち行けませんね。そしてそれは、これはなんだい、多分敵ではない。でね、レベルは62、ちょうどぴったり。まずこの2匹を処分しよう。かわして、武器はね、雷切り。よし。で、アイテム。銃弾か。持てません。どうしようかな。銃にしましょう。境鉄砲。そして。で、そっちか。そこに、お堂。プラス、こいつがね、強いんだ。一つ目。行きましょう。一旦、槍にして、動きがない。よし、痛がっている。危ない。なんとかして壊せぬ無効か。あとね、今回地動符っていうのを持ってきました。敵の動きがね、鈍化するというお札、使ってみようか。さあどうかな。あ、遅くなったな。これがね、すごい便利らしいんだ。まあ実際すごい便利。よし、今のうちに一旦回復して、もう治った。で、あれがボスにも効くらしいです。それがだいぶでかい。よし、もうちょい。危ない。今のは欲張った。欲張りさんは良くない。よいしょ。そしてこっちはなんだい。こっちはね、開きません。となるとそっち、もしくはそっち。あとね、これは多分壊してくる。だいぶ勝ってぞ。よし。んで、そっち。あっ、と思ったら、なんだここ。陰陽師。これは新キャラ。3対1。
あ、これチドン、こっちは食らったバージョンのチドン、いてー、やめろ、憎たらしい。特に弱ってるそいつね。いや、これ近づけんぞ。どうする、こういうとき、こういうときは鎖釜、そして回復してない、あ、鎖釜じゃないや、二本刀か。いや、これいやらしいわ。待って、どうする、どうする、近づけない、よし、もうちょい、一匹やった、オッケー。あとはこいつか、一丁前に武器なんぞ、もうちょって使えないくせに、よし、びっくりした。なんだ、むしろ何を、急に怒ってきた。誰かの研究室でね、そこにアイテム、行こうかね、こっちの先、こいつは、これは復活する、よし、こっちは死んでんな。で、多分これがの上のうちですかね。となるとこっちは雷切り、先手必勝、よし、またあの惨劇が繰り返されるのか、ここで食い止めねば。そして、死因の地下にかような洞窟を掘るとは、こっち結構広いな。待ってね、これそっち行ってみよう、結構広いわ。先に登って、でショートカットがあるんだったら、そう、開通しとこう、よしと、とね、火薬玉持てません。ここも広いな。そしてここに塗り壁、これはね、赤、あ、よし、間違えた。そして、あ、こっちか、ここね、清められた筆、これをね、5本持ってんな。使うと支度した陰陽師アイテムの個数が支度数の 30% 回復する。つまり、チドンフ。あれは回復。そして、こっちの句。これがさっきのとこ。で、そっちか。比叡山の地下、こんなところが、しかしね、日本はやってて日本史の勉強になりますね。いっぱい武将出てくるし、日本地理もね、学ぶことができる。で、霊石取って、これは特になんでもない薬だな。で、再び上に行きましょう。さあ、ここはどこだい？
隠しで溢れています。急ぎ近い。小玉が全然おらんぞ。でね、ここね、そっから出てきた。こっちもいけんな。いっぱい行くところがある。まあ観光しがいはあるけども。よし、下段にして抱きつけを誘発して、よしよし。でね、こっちはよし、小玉一匹目、ようやく一匹目。もう何にもないねですね。行こうか。こっちは、こっちはいけません。となると、この、あ、違うんだよ。落ちちゃったんだよ。ここね。これやらしいわ。だってこんな風に穴開く？こんな風に。まあいいけど。そして、ここにも、お堂が一つ。プラス、これは復活するでしょ。危ない。よし。下段は本当に手数で勝負。一発は小さいね。で、死を持てません。しかしね、これ、上段が本当に難しい。振りが大きいしね。敵の音、どこだ？後ろ。よし、かわして、こうです。こいつは下段かな。よし、小玉ちゃんもいません。で、そこにボロボロのお堂プラス強キャラで、ここに社。一旦ゴムか。でね、アムリタが48000、もうちょっと62000、もうちょいか。小玉は犬が、小玉はおらんか。おりませんね。まずそいつかな、強キャラ。これをこいつか。血豆腐を使って上に、血豆腐を使ってほい。 OK。さあ、これで君は遅くなった。で、刀を使って切り刻もう。これ気持ちいいわ。上段いって、しかし当たる。もうちょっと、速度遅くても一発は強い。よし、よしよし。さあ、まずこいつ殺してからの、そこの上、そいつね、このクソチキンをバッキュン。 OK。 とね、忍者の威圧。あとはこれは雷鳴か。そこいるわ、獣の声。何かがいる。
あとね、こっち。ここにはさすがになんかありそう。こっちは？いますね。狭い。回復。一旦回復して、よし。まっすぐタイム。いただき。そして、もう一匹。で、ゴス刺し。よしと。こだまちゃんはいませんね。もういそうでいない。よし。んでね、そしたら、こっち、降りて、この先。で、そこに鬼と、あの、でっかい、下おじさん。どうするかな？先にどっちをやるか？こっちかな？で、ダウンして、来なさい。こっちへ。まずい。銃弾がない。まずはね、こいつと対マン。いけ。よし、もうちょっとで。高低差か。よし。さあ、気力を減らして。で、チャンスタイム。危ない。こいつも硬いな。やっぱレベルが上がると硬いね。危ない。よし。残り1/3。欲張るとまずい。なんだ今の新技で。回復して気力を貯めて。よしよしよし。まずこいつ殺して次なー。そいつねー、浜や。オッケー。そっちはない、そっちはない。岩ではない、岩ではない。そこのポーズ。そんなに効いていない。これ強いな。さすがはベロベロおじさん。こいつ強いんだよね。こいつはね、チドン。はい。そしてもあの下がね、ガード不能な場合がある。いてー。あっ、まずい。先に殺そう。よしよしよし。そしてこの石は一体。よし。で、またこれ。危ねえ。どうしようかね。こっからもいける。あとは？ここにアイテム。塩いっぱい。こっちもいけませんね。小玉が全然おらんぞ。大丈夫か。そうしたら行こうか。多分またいるかな。一旦回復して行くぞ。鬼
危ない。で、ぶっ刺し。まあ、こっちの方がいいか。危ない。待って、トコヨを払おうと思ったけど。よし。この一発はだいぶやばいよ。安全な距離から。まだセーフ。よし。と思ったけど気力はない。さあもうちょっといただき。 OK。 あやかしを彫刻するのが我ら陰陽師の務めとはいえ、かように攻められては。でここに小玉。多分2匹目。そしてそこに強キャラ。こっちは多分これがさっきのはしご。多分。あ、びっくりした。どっから来た。超びっくりした。危ねえ。よし、一旦チェックしようね。ですね。よし。さあとなるとそっち行くか。こっち強キャラ。なんかそれよう使うね。みんなはどうしたの。その技の情報を共有している。これがなんか最近熱いんですよっつって。よし。危ない。そっち行こう。払って。最後は雷切り。よしよし。そしてサカイデポ。強いな。こっちにしてとね。長弓、これも強い。よし。待って、一応防具もチェック。これが難しい。性能を取るか数値を取るか。こっちにすか。よしと、いくどん。そんでどっちだ。こっちね。さあこれ復活する。再び世に出られた矢先、早々にこの地が狙われようとは。さあこれがどこに行く。でそこに弓兵プラス刀マン。まずこいつをねぶっ刺して、そしてそいつか。
これあれか、誰かを幽閉しておくための牢屋地下牢か。避ける。よし、もうちょっとで OK で、ボーナスタイム。もうちょいかな、この距離感、これは非常に安心ですね。そんでこの上、この柵の上、おとなしくあそこにいりゃよかった。これは新しい社。よし、多分3つ目の社で能力開花。どれいこうかな、体力、心、技量かな。よしと、多分今のとこで中間地点っていう感じですかね。様がご存命ならば、今一度我らをお助けくださったであろう。こうぐるっとつながっている。でね、そっち、そっち行けんだな。こっちなんだ。ひょっとこの面、あれほんといらない。で、ここに小玉、同じような景色がほんとに連続している。これ迷いますね。そして多分これもしかしてスタート地点の近くだよね。ですね。いや、これ迷うな。どっから来た。こっちの、いや、こっちの、こっちか。いや、これ迷うわ。こいつはね、雷切り。よし。さあ、かわしてからの三角連打。そこにも死んだふりをしている。そしてどこだ。危ない、危ねえ。よし、槍の下段かっこいいね。で、装備を取って。お堂立てすぎ問題。わかんないわ。さっきこう来て。そして、そっちは？あ、これもこっち。あれ？どうなってんだ？待って、完全に混乱してきた。あ、なるほど、こういうふうにつながっている。なるほどね。で、そこに爆弾魔、こいつをね殺して、ここは？ここもあの、一回行ったとこ？あ、違うな。さっき言ったのはそっちね。で、そこに小玉。OK です。大体分かった。
さあ、そしたらそいつか。一つ目。いって、誰？そこね。矢がぶっ刺さる。よし。一発では死なんか。よしと。よし、そしたら、そいつかな。まずはこいつ。来なさい。さあ、先制ダメージ当ててからの、自動。これで君は遅くなる。よし。で、雷切りで、切り刻むと思ったけども、オッケー。気力回復。遅いってもなんか地味に難しいな。で、治る。てか多分こいつ硬いわ。危ない。目つぶし。一つしかない目をつぶして。これがでかい。よしよ。多分目つぶしの方がいいかな。こっちを捉えていない。OK です。よしよし。そうしたら、小玉を回収して。どうしようかな。一旦拝もう。多分復活はしないはず。65000。ここも技量かな。よしと。でね、そこにはしご。あれはまだ開通していない。で、復活してる、マジか。こいつ復活すんの？うまいか。やるべ。よし。そんでね、この岩ですか。で、そこにいる。ん？死んだ？あ、またやっちゃった。敵多いな。さらに一つの小僧。どうする？